みこ姉さんは最初の頃とかね、結構これなんかお互いに話してたんですけど、これなんか ね姉さんから始まっちゃったから、あれだよね、アモアスの時にさ、なんかみこ姉さんが最初の方のね、なんか雇用は射程だからみたいな風に言ってたのが、あ、アークだ、そうだ、アークだ、小百合がゴリラ捕まえたくって、でなんかそう教えてくださいよみたいな感じになって、一緒に教えてもらってたりして、本当に頼りになりまして、アモアスの方が先だった気がするんだけど、ね、なんかクヨは射程だからみたいな風になって、エリートだしピンク色だしみたいなとこもあったのかな。で、小百合が姉さんって呼ぶようになって、でもクヨにとってはそのなんか射程みたいな感じになったかな、まあ、尊敬はしてるんだけど、尊敬するべきそのなんていうの、なんか姉さんって行かなきゃいけないみたいな感じの空気が流れていたけれども、それをどうやっていくかみたいなのがちょっとうまくできなくて、二人ともそう、ムーブがね、難しくって、GTA もあったかな？ GTA 教えてほしいとかもあったのかもしれない。最近は、いじっていった方が、やりやすいということになりました。姉さんって呼んでるけど、いじれる相手っていう気持ちです。さあ、では、どう思われているかを考えていきたいと思うんですが、ちょ、小百合もなんかだんだん、姉さんじゃなくて、結構雑に扱うようになってきたから、おいよって思われてる気がする。おい、みこちでいいよ。いやー、でも、クロタンがさ、みこちって呼んでるのがさ、すごいなって思う。なかなか、なんか、そこまでがいけないな、まだ。コラ先輩、尊敬する推しで、今年は遊びたい。狙ってます。なんか、ペコラ先輩がね、この前、嫁った時に、今、なんか、ホロメンともっと遊ぼうと思ってるみたいな話をしてたんで、行く気があるなら、遊びましょうよと。こう、ペコラ先輩が、その心が折れないで2024年を過ごしてくれることを祈っております。ポケカーのデッキ組んでるってことなんで、ポケカーも遊びたいし、うちには猫がいますし、うちの猫も可愛いですし、一緒にちいかわグッズ買いに行ったりとかね、ドラクエショップ行ったりとか、どうですかね。全然家じゃなくてもいいんですよ、小百合は。遊びたいなって思っています。声かけてくれて、と思われてると思っています。無言マリオパーティーの時とかもそうだったけど、本当配信終わった瞬間にメンションついてて、30分後にやるんだけど、来れるって言って、来るって思ってくれてるっていうのは、すごいね、小百合、こういう感じのスタンスでやってきた小百合といたしましては、めちゃくちゃありがたいなと思ってますね。こよこよ。こよここよこ、こ、こ、こ。